強い会社が弱い会社を買って、弱い会社が強い会社グループになったら、これうまくいくもんなの？うまくいくケースの方が多いです。スケールメリットは全然違う。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はね FCMA チャンネルでちょっと記事で日本電産の記事が出てて、 M&A 公社は工作会でもトップを目指すということで、うん、まあ日本電産というとね、近頃だと長森さんがまた復帰するというね、はい、そうですね、すごいですね。要するに後継者が決まらないというね、どんなの連れてきてもダメというのか、はい、日産の副社長とかそんなのを引き抜いてもうまくいかないと、はいはい、お眼鏡にかなうのはなかなか難しい。まあそうなんでしょうね。だからそう、はい、分類で言えば、だからソフトバンクの孫さんと近い。どんなに海外から年俸うん十億でやっても副社長が続かないというのでこの頃話題になって、まあでもね、長森さんってやっぱ、まあ、めちゃくちゃすごい。何歳なんだろうね、もう70歳ですってことはないと思うんで、ね、あれだけのパワーがある人だから自分でやらないとっていうのもなんだろうとは思うけどね。 で、まあ、今回生え抜きの人になったんだっけかな、うん、この日本電産の生え抜きの方が社長になったんで、はい、外部から入れるのはダメだという感じで、本人がまた戻ったわけではないんだけど、はい、まあ、会長は会長なのかな、社長はだから生え抜きになったということでちょっと話題になりましたが、でもやりにくいでしょうね、社長長森さんいて、まあ、だからほぼ僕の中では長森さん体制にまた戻ったみたいな、ね、見えないですよね。なるほど、失礼しました。まあ、この会社は本当 M&A で伸びてきた会社じゃないですか。うん、そうですね。まさに。まあどん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 会社を買って、で竹野さんに聞きたいのはね、はい、この日本電産みたいに、はい、おそらくこのモーター分野とかもどんどん買っていくと思うんでね。そうですね。はい、でそれでみんな良くなっていくから、こうやって業績が上がるわけでしょ。会社自体はよくなってますよね、多分。うん。でそういうことっていうのは、はい、ちょっと幼稚な聞き方として、はい、強い会社が弱い会社を買って、弱い会社が強い会社グループになったら、これうまくいくもんなの？うまくいくケースの方が多いです。多いです。その、うん、働いてる人の気持ちとか経営者側の気持ち、感情は別ですよ。うん、多分なんか出す書類多くなったなとかですね、うん、そういうのがいっぱいあると思うんです、管理するので、うん、経営者はなんか報告義務とかもあるんで、うん、例えば交際費使いにくくなったとかそういうのは違いますけど、スケールメリットは全然違う。うん、まず例えば中小企業としてやってて、銀行にお金借りるのも例えば大日銀から金利この 1.8% で借りてました、うん、でも日本電産グループになったらむしろ社内の金利だけで外部からの金融借りでなくなるかもしれませんし、 0.1% とかになるかもしれませんし、なるほど、ね、そうしたらキャッシュフロー食って。でもなんかこう日本電産だと厳しそうじゃないですか。厳しいと思います。なんか厳しくなって従業員が嫌になるとかないの？はあります。で実際にその前回喋ったようなファンドさんで製造業に投資するようなファンドさんとかもあるんですよ、うん、その時もやっぱり旧経営陣は、うん、はって思ってたらしいですよ、やっぱファンドからする指示を、うん、だけどそのうち決算書とかその営業報告利益が出てき始めて、はが えっていう方が多くなって、うん、なるほどね、あれはあれで正解なのかもしれないっていうような家業から企業へとかっていう言い方もしますけど、それやっぱり見たことのない世界だろうからね。そうだと思います、うん、だから よくなるのは事実だと思います、うん、はい、まあ実際日本電産がそれでこうずっと伸びてきた。そうですね、うん、だってね10兆円って言うんでしょこれね、うん、売上すごいですよね。10兆円目標達成に向けてってすごいですよ、うん、2030年の売上目標が10兆円、中期目標として、うん、25年の4兆円の売上達成、このだまだまだここからこの買って伸ばしていくっていう話ですよね、これね。そうですね。この分野ってのはやっぱり M&A は多いんですか？まだ少ないです。少ない少ない。製造業自体がまだ多くないですし、うん、特に工作機械とかの業界とか、日本電産が三菱重工さんの工作機械事業を買ったりしたんですけど、うん、その事業はまだまだ少ないですね。なるほどね、はい、まあ僕の目線で一番聞きたいのは、その経営力がある会社が弱い会社を買ってそれがっていうのは、フランチャイズだったら大体分かるんですよ。はいはいはい。まあ武田塾でオーナーチェンジをすると、はい、あるいは一等拳道学院でそのオーナーチェンジをすると、うん、はい、強い会社がそれまで弱い会社が弱いオーナーがやったやつを買うから、はい、まあこれはさっき言ったように厳しい部分も出てくるけども、でもまあ、はい、よくなる部分と思うんだけど、他の業界でどうなのかなという話だね。他の業界もやっぱり良くなるケースがありますけど、良くなるためにはそれなり今までと違う部分、今までの部分を否定しながらなるので、やっぱりストレスは
かかると思います、うん、なるほどね、はいはい、だから多分こんだけうまくいってるってことは買いたくてもやっぱ相手が嫌がったら買えないじゃないですか、うん、でも買えてるってことは、うん、やっぱそれなりにうまくいかせられるし、ストレスのかけ方も絶妙な塩梅なのかもしれないですし、それはすごくノウハウが得られると思いますよ。なるほどね、はいはい、これだけ伸びてるからね、そういうことなんだろうと思いますけどね、はい、そうですね、あとはその同業界で同じ業界のものをどんどん買っていくっていう買収が、はい、まあ、これはやっぱり今後もどんどん増えていくと思いますか、はい、あ、増えていくと思います。ちょうどこれこの間あの FC チャンネルの方に出ていただいたあの、はい、リタリコ の、はい、あの創業者のね、はい、佐藤さんに出てもらいましたけど、リタリコさんなんかもどんどんこう周辺を買ってってるんだよね、はい、今、はいはいはい、だからあれはああいう形で伸ばしていくっていうのはちょうど上場してるからお金はあるから、はい、ああいう伸ばし方っていうのもこう正当なのかな。そう、そうだと思います。あの結局同業買うじゃないですか、うん、でエリアが違うとかっていうのもありますし、うん、でも同業と言っても全くイコールじゃないんですよね、うん、でそうするとこれ聞いた話ですけども、うん、買ってるうちに隣接業がこうちょっとずつ入ってくるんで、うん、やっぱり新しいノウハウだとか、うん、新分野っていうところにアプローチができうるみたいですよね。なるほどね、そういうこの効果も大いにあるんだと思うんですね、はいはい、うん、失敗しないのはやっぱり飛び地に出ないっていうような言い方をしている方もいらっしゃいましたね、うん、だからやっぱり今後も M&A っていうのをうまく使ってね、はい、フランチャイズのことだったら だいたい分かるんだけど、はい、それ以外のところはちょっと分からないので、まあ、少しその広げていきたいなとは思いますけどね、はい、はい、こんなところで、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで